どうも、おしゃれです。大勝ち2前回に続けらやっていきたいと思います。今回なんですが、バスターズソロをプレイしていきたいと思います。では行きます。自己目次。ね、君はもう、友達じゃない。友達、ああ、もうふざけんなよ。大事な人、心と心で、照らす魔法。テレレ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 レ。強さ確かめるためにブロンズで行きます。今回なんですけど、まあ、99のやつを、使って、どういうぐらいの強さなのかっていうのを検証してみようシリーズの第1弾と称しまして、99のやつ、じゃあ何使おうかな。じゃあまずどれから行ってみよう。まあ、生ハゲは前、まあまあ、後でいいとしても。もう、ガローマル行ってみる。まあ、上から行くか、じゃあ。いや、上からやめとこう。どれから行こうかな、じゃあ。おう。お、HP 700あるやん、ゲン。ゲン行ってみようか、これ、ちょっとじゃあ。山吹鬼に行きたいと思う。レベル99の山吹鬼で、居心地バスターズソロ、行ってみたいと思います。行くぜ。一人やるのもあんまない、あんま機会はないんでね。ソロプレイも今後はね、していきたいと思ってますよね。うん、思ってますよ。参考になるようにね。まあまあ、これで強いやつが分かればね、うん、それ使えると思うんで。まあ、うんちくまが強いってことは分かってると思うんですが、ほら。逃げろ。いけ。バカ。バカもん。めっちゃ強い山吹鬼。ちょおいおいおい、逃げろ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 、おい、そうぜ、やばい、これやばい、あぶねえ、これやばいやばい、邪魔じゃ。とりあえず回復アイテム見るな。ここ。地雷か。いや、ええんやけど。とりあえずアイテムがいるな。まあ、中に倒しようか、とりあえず軽く。よっと。まあ、赤に倒していきましょう、じゃあ。軽くね。うん。仕掛けます。うわ！何？結構 HP やばいかも。これ結構まずいかも。やばい！うわぁ、これまずい！うわぁ！じゃあもう一回、もう一回行こう。いや、山吹鬼結構強いで、でも普通に、これ。結構強ない？こいつ。一撃めっちゃ高いで。もう一回行こう、ちょっと。役割ね。アタッカーから選びますと。結構山吹鬼いけそうな感じせえへん、これ。強いけど結構。やっぱおにぎり大事やな、これ。うん。HP は余裕で削れるから、敵の HP は。だから、うん。邪魔。マジック邪魔やで、こんな。まあ、とりあえずアイテムを取りに行くべきやな、これは。うおーよっしゃ、行こう。
爆弾かよ。微妙なアイテムしかないな。まあ、とりあえずこれで戦うか、一回。これで一回ちょっと、一戦前見えよう。あ、くそ、行かれへん。とりあえずここで一戦間見えて。よし。まあ、おにぎり出てくるの待つしかないな。結局これ運やからな、おにぎり出るか出えへんかは。出るときは山ほど出るんやけど、おにぎり。よっしゃ。ほら。ほら。ほら。せい、よっしゃー、よっしゃー、すりゃー、かまわんかまわん、関係あるかい、あが、ある、関係ある、関係ありました、あが、2体追われた、撃ってほしい。よし、ほっ、終わり、ほっ、そりゃゴリ押し、うん、ゴリ押し、ゴリ押し、ラスト、よっしゃザコが、よっしゃザコだな。さて、おにぎり調達いきますか。またこれ、もういらん、取っとこう。取っといたらアイテム増えるから、俺のイメージとしては。アイテム出てこい。これ次の鬼来たらやばいからな、マジで。どうにもできんで、もうこれ。とりあえずアイテムが少なすぎ。鬼玉は山ほどあるんやけどな。言うても、この集めの知れとうから、やっぱ結局鬼倒さんどうもならへんから、やっぱアイテムやねんな。うわ、鬼か。ロケパン、ロケパンはいらんで。ロケパンはきついで、これ。これどないせいよねん、ここだからもう。うんちくま自分で回復できるんでかいな、あいつ。そう考えると。一遍仕掛けるかよ、山武教に対して。ちょっと一遍若干仕掛けてもいいかもな。青鬼に対していくか。よっしゃ、行こう。部屋流れんの、こいつな。攻撃が結構ややこしいな。当たらん時あるやん。ノリ、あ、マジか、マジか、そうきたか。これでも勝てへんな。ドライ声優ね、こんな。とりあえず。ほい。逃げよう。無理ですわ。無理ですわ。ねえ、おにぎりほんまどこにあるん？え、何しようこいつ。何しようねんこいつ。おい！ああ、逃げよう。ああ、めっちゃ切る、めっちゃ切る、めっちゃ切る。いやー、結局これかよ。まあちょっとプレイングがちょっと微妙いな、まだ言っても。まあただ分かったことは、山部教にはソロでは、やっぱ回復に悩まされますね。これはまあほぼ全ての妖怪もそうだと思うんですけど、
回復がなかったら結構きついな。あったら結構いけそうな気がしますけどね。あともうちょっとうまく立ち回れば。まあ、とりあえず今回は、レベル99の山吹鬼を妖怪ウォッチバスターで使ってみました。次も引き続きまた、レベル99の妖怪でバスターズいろいろ挑戦していきたいと思うので、そちらの方もぜひ見てほしいと思います。では、終わります。ありがとうございました。